はい、皆さん、こんばんは、100円ゲーマーです。ということで、今日もお菓子レビューをまたやっていくわけなんですけども、これはね、今日は前回レビューしたことあるやつです。で、なぜまた同じものをレビューするかっていうと、これが食べたくなってしまって、でセールだったんですよね。通常350円ぐらいかな、250円になってたんですよ。ということで、こいつです。これがうまいんだな。クランチャーズ。ケトルクックとは、あの鍋でやってる固めの片揚げチップスみたいなやつですね。です。もう、名前聞いただけでワクワクしてくるんですけど、スイートハワイアンスタイルオニオン。うまいのよ。これは日本に売ってないのかな。書いてあるもん、ほら。359円。これほんとうまいですよ。で、これね、レビューしたんですよ。で、前ももうこれうまいうまいって言ってたんですけど、まあ、食ってからも何年も日にちが経ってて、それでどれぐらい自分の味覚が変わってるかっていうところもちょっと気になってますね。で、ニュートリションファクト、やっていきましょうか。どうなんだろうね。サービングサイズ1、あ、違う、1袋で8人分か。カロリー140、ファット 7g ですね。まあ、8人なんで 88% ですよ。トータルファット。すごいな。塩分 4%、脂肪 30%、32% ですね。ファイバー、32%。まあ、ファイバーは、お腹にいいですからね。繊維、食物繊維ですから、まあ、お通じが良くなるのかなと思うんですけど。いやー、なんていうか、この文字もちょっと読んでいきますか。クランチャーズ、ケトルクックとスイートハワイアンオニオン。If you're looking for... ちょっと待って。俺が邪魔だ。ああだ。あなたの口の中で美味しさが爆発するチップスを探しているんだったら、これですよ。オニオン。書いてある。なるほどね。どこで作られてんだろう、これ。Facebook ページあるね。Made in the USA だそうですね。なるほど。ポテト、コーンオイル、オニオンパウダー、砂糖、塩、イーストと、なんかよくわかんないの入ってるな。まあ、開けますか。かも、この匂い嗅ぐだけでもなんかね、まあ、この空洞ほんとやめてほしいわ。飽きすぎだろ。だけど、この、なんていうの、素晴らしいね。この俺ね、プリングルスみたいな、チップスよりも、こういう自然な形のチップスが好きなんですよ。全部統一されてないやつ。なんかもう、このなんか、なんていうのかな、不器用な感じのさ、汚い、形が揃ってないチップスが逆にうまそうに見えるっていうね。感想を言う前にちょっともう一枚。まず硬いのが正義ですね。そして、まあ、これ自分の考えですよ。なんか極端にしょっぱいとか極端に甘いとかあんま好きじゃないんですよ。だけどそれがこういろんな味がミックスされて融合されてる食べ物って大好きなんですよね。だからなんだろう、例えばチキン南蛮とか、あれは甘いけど酸っぱいとか、なんかね、甘いけど辛いとか、しょっぱいけど甘いとか、なんかね、2つのこう味がかぶさってるもの結構好きなんですよ。
か極端に1個だけってのは好きじゃないよね、食べ物で。だこれはまさにそれをなんていうのかな、代表してて、なんかしょっぱいんだけどオニオンの甘みがあるとかするんですよね。で硬い、究極系のチップスのような気がするな。うん、日本にも美味しいチップスいっぱいありますけど、もうその味は俺忘れちゃいました。だからこれしか知らないですけど、でもこうアメリカにあるチップスで、まあ俺の住んでる近くで売ってるチップスで最強は多分こいつだと思いますね。これかな、うまいもん。オニオンの甘さ、そしてしょっぱさ、そして硬さ、すべてをね、私がチップスに対して求めてるものすべてを持ってるわ。やめられないもんね。ほんでね、なんか味が濃いんですよ。しっかり味付けてる感じで、この不器用な感じのね、形が揃ってない感じ、最高ですよね。いやー、分かってるな、これ。ほんと食べてほしいですね。まあ日本にあるものとだから比べたらダメですよ、それダメですけど、だけど一回食べてもらったらいいと思いますよ。クランチャーズハワイアンスタイルオニオンチップス、もうこれは10をあげざるを得ないと思います。前回なんであげたのかな、でもかなり高得点だと思います。前回もうまいんだよな。これをまずいっていう人はいないと思うな。うまい。フランチャーズケトルクックと10点でお願いします。ピースアウト。